宅建試験、これだけは絶対覚えとこう。居住用財産の譲渡所得の特別控除の概要。この特例は一定要件を満たすことで譲渡所得から3000万円を差し引くことができる。例えば5000万円で購入したマイホームを9000万円で譲渡した場合、取得費などを考えなかったら4000万円が譲渡所得金額となり、これに税率をかけて税額を計算する。もし譲渡した年の1月1日時点において所有期間が5年を超えていた場合、税率は 15%、 つまり4000万円に 15% をかけた600万円が譲渡所得の税額となる。ここで本件特例3000万円の特別控除を適用すると、譲渡所得4000万円から3000万円を引いて1000万円が譲渡所得となる。これに税率 15% をかけて150万円が譲渡所得の税額となる。つまり450万円も税額が安くなったことになります。